話は後で。今は手が離せない。エルダーマクソン。今は手が離せない。また後で話そう。名誉と栄光のため。ターゲット発見。名誉と栄光のために。話してくれ。いや、将軍、 BOS と対決する時が来たぞ。こちらの大砲で飛行船を攻撃してみれば。賢者は同じことを考えるものだな。まさにそのことでスタージェスと話をしてたんだ。複数の方向から狙うのが鍵だ。そうすれば敵の防御を圧倒できる。最低5つの方向から攻撃すればあれを沈めることはおそらく可能だ。スタージェスはそう言ってる。十分な数の砲兵隊を配置したら飛行船を一斉に攻撃すればいい。敵の回避行動は間に合わない。運が良ければ連邦内で BOS の姿を見ることはもうなくなるだろう。いいぞ。止まらずに進め、人間。ストロング退屈だ。お前、こんなものをみんな叩きの。すみません。将軍、居住地すべてから報告があった。命令さえ出してくれたら。いつでも BOS の飛行船を攻撃できる。大砲は全てプリドゥエンをロックオンしているか。もちろん。座標はすでに送信済みだ。砲兵隊は全てコードレッド。つまり合図があればいつでも発射できる。攻撃の合図を送れ。了解。何百年も前に起きたことに文句をつけたって仕方ない。こちらキャッスル、デリバリットフェニックスを発動。コードブルー、繰り返す。デリバリットフェニックス、コードブルー。合図を待て。全砲兵隊、状況を報告せよ。第一砲兵隊、報告します。第二砲兵隊、了解。第三砲兵隊、第四砲兵隊、戦力は途中で了解。第五砲兵隊、報告します。
け敵がかわいそうになるな。自業自得だね。連邦に来て威張り散らそうとする奴が、みんな悲惨な運命をたどる。待った、まだ戦う気のある奴らがいるかもしれない。おや、連中もそこまでバカじゃないの？もっと多くの人が見てくれた。くっそ、来るぞ。 BOS のベルチバードだ。身を隠して命を懸けた戦いに備えろ。あのクソったれどもとはこれで終わりにしてやる。警報発令。 BOS のベルチバードがキャプテンに接近中。こちらラジオフリーダム、国は確定だ。その息だ。
攻開し。これでしばらく平和だな。厳しい戦いではあったが、いい爪ならやると信じていた。ミニツメに歯向かうとどうなるか分からせてやったね。将軍、ここからは任せて。これでしばらくは私たちに挑んでくる連中は現れないはずだよ。みんな聞いて。厳しい戦いだったけど勝利を収めることができた。今日の活躍は誇りに思っていい。お祝い気分に浸っている暇はない。我々はミニッツメンだ。だからいつでも次の戦いに備えなければならない。仕事に戻ろう。分かった。何をすればいい？やった。トリドウェンを落とした。実はこんなにうまくいくとは思ってなかった。ミニッツメンが力を合わせれば不可能はない。間違いない。今日そのことを証明したな。でも BOS を倒したなんてまだ信じられない。連邦の民が力を合わせたから、奴らのテクノロジーにも兵器にも立ち向かうことができた。このことは教訓として覚えておこう。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。それを証明することができた。あれほど強大だった。